サイフォスが武器ガチャに来たら無課金でも引くべき、まあ、この倉庫なる自由の誓いっていう武器が、まあ、星5、まあ、終焉弓の次ぐらいに強いと思って、アタッカー向けの武器よりやっぱりサポート武器の方がね、出番多くて価値が高いんよな。で、倉庫もね、まあ、相性がいいキャラクターが増えてきてね、まあ、レイラでもいけるし、まあ、カズハが一番ですけど、クキシノブでもいけるし、やっぱ汎用性上がってきましたよね。倉庫強いんですけど、サイフォスもそれに張るぐらいびっくりしちゃうぐらい強くてね、まあ、星5です、これは。サイフォスは星4武器ですけど、これ星忘れてきてるね。もう星5武器だし、星5上位ぐらいの性能してます、この武器は。うん、サイフォスが入ってる武器ガチャは星5 3個入ってるのもんだね。まあ、狙っていいと思うよ、サイフォス。えぐいから。まあ、精錬なんか上げたいとこですけど。原茶 30% アップだっけ？違う。サイフォスは、精錬ランク5の時に、熟知マシマシにしてればしてるほど強いです。だから例えばカズハとかクキシノブは熟知マシマシにするんで、まあカズハとかクキシノブにサイフォス持たせるじゃん。で、そしたら、精錬ランク5だと、熟知1000のキャラに装備させたら、原素チャージ効率が 72% 上がります。いかれてます。熟知1000ってだけで元素反応の火力が結構えぐいことになってんのに、なのに原茶が 70% 上がります。だからもうカズハの元素爆発、カズハの一刀、打ちまくり、モテまくり。熟知1000あるのに原茶 1.7 倍ですから、もう爆発だって40族よりも軽いよね。もう頭おかしいんだよ。で、それだけにサイフォスはとどまらなくて、他のチーム3人の元素チャージ効率を 21.6% 上げます。他の3人、まあ、カズハと一緒に組ませるキャラクターのチーム3人の原茶が 20% 上がるんで、まあ、原茶欲しいアタッカー、例えばセノとか、だいぶありがたいし、うん。まあ、セノとかサイフォス込みで原茶調整するときもあるしね。うん。頭がおかしい。で、精錬ランク1だと効果が半分ですけど、まあ、効果半分でも、持ってるキャラクターの原茶 36% 上がるだけでもおかしいし、うん。他のチーム3人の原茶 10% 上がるだけでも、まあ強いね。頭がおかしいでしょ。調整ミスってますよ。うん、でね、サイフォスと倉庫がどっちが強いですかって言われたらパーティーによるんだよな。例えば通常銃撃メインで使うパーティーはやっぱり倉庫嬉しいしさ。うん。ただ、イエランとかはどう？イエランとカズハ一緒に使ってる人もいると思います。で、イエランは、倉庫なる自由への誓いっていう武器は、サポート効果で、まあ、チーム全員の通常銃撃落下のダメバフと攻撃力上げます。ただ、イエランっていうキャラクターはさ、まあ、攻撃力使わないじゃないですか。で、通常銃撃落下もそんな使わないじゃん。ダハの弓が銃撃扱いだけど、まあ別にイエランってそこまでダハは大事じゃないから、イエランと一緒に使う時のカズハの倉庫ってほぼ意味がないね。だけどサイフォスは原茶が上がるから嬉しいやん。んっていうので、だからまあチームにもよるんやけど、イエランと一緒に使うときは絶対サイフォスだよね。うん、どっちがいいかな。あ、でもサイフォスの方が使いやすいとは思うな。うん、ベネシャンならサイフォス、ベネシャンならまあそうだね、シャンリンは別に通常銃撃使わないしかな。ベネシャンの時もサイフォスだね。うん、ただタルタリアで通常攻撃銃撃バンバン使うならちょっと変わってきたりもするし、まあまあ任せる。提供生物ネルネロ大学スポーツ医療経営学、幅広い元素反応が学べるんだぞ。騙されました。提供生物ネルネロ大学、うわあああ、大爆死。